はい、皆さんこんにちは。目指せ芸術大学高校生応援チャンネルです。アドミッションオフィスの木原と申します。このチャンネルでは芸術大学を目指す高校生やその保護者の方を対象として芸術大学にこう入学する前にぜひ知ってほしい内容を提供しているチャンネルになります。今日は文芸表現学科学科長川田先生にご登場いただきます。おすすめの本を紹介していただきます。川田先生よろしくお願いします。こんにちは、文芸表現学科の川田です。今日ですね、僕が川田先生その前に何してる人なんですか。川田先生、僕のこと、はい、僕の紹介をじゃあちょっとだけさせてもらうと、はい、僕は実は文学、主に小説の研究をしています、はい、だから研究者っていう、まあちょっと聞き慣れないかもしれないですけど、小説の研究って何なんですか。うん、小説って読むんでしょ。小説をこう読んで研究するんです、うん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 、読んで研究するし、はい、僕が なんで研究ってなんかやっぱり不思議だなと思うことがあるから研究するもんだと思うんですけど、うんうん、僕が一番不思議だなと思ってるのは、僕は例えば小説、今日一冊の小説紹介するんですけども、うん、小説って嘘の話だと分かってるじゃないですか、うん、だけど嘘の話なのに泣いちゃったり、うん、なんかね、主人公がこうハッピーエンドになったら嬉しかったりとか、うん、そういう嘘の話だ、こんな主人公なんて本当は存在しないって分かってるんだけども、うん、だけどそれにまあ感情移入したり共感したりする、そこが不思議だなと思うのが僕の研究の出発点なので、小説って嘘の話なのに不思議だなっていう研究をしている、うん、まあ、という研究をしている。なるほど、はい、でそんな川田先生がご紹介いただける本が今日2冊あります。はい、はいはい、ですね、1冊は実は小説も文学も文芸も全然関係ない本を持ってきました。ビクター・パパネックっていう人の生き延びるためのデザインっていう本ですね、うん、でもう1冊はこれは僕がそれこそ研究したりしてるような小説の中から、1冊持ってきました。みんなもタイトルとかはね、聞いたことあるんじゃないかと思いますけど、ダニエル・デフォーっていう人が、1719年に書いた、ロビンソン・クルーソーっていう、1719年、はい、1719年、でも付箋の数もどっちもね、実は授業で使ったりする本なので、はい、こっち全然読んでないじゃないですか。逆に言うとこは付箋の数だけで、まあ、こっちがメインで、こっちは、ね、おつまみなるほどちょっと違いますけど、はい、でもどっちも授業であれしてる本です、はい、で、どんな授業で、この2冊を使って、今度もデザインの本で、こっちは小説で全然関係ない、本をなんで同じ授業で扱っているかということからちょっと説明させてもらうと、京都芸術大学ではデザインってついてる学科が5つあるんですね。環境デザイン学科とキャラクターデザイン学科と情報デザイン学科と空間演出デザイン学科とプロダクトデザインで、このデザインがついてる5学科の共通の授業でデザイン特殊講義っていうのがあるんですね。でいろんな、まあ、デザイナーの方も含めいろんな方がゲストとして、講義をするんですけども、その中で僕もその一人として、読んでもらっていて、毎年、デザインの話ではないんだけれども、デザインに関係するような話をするんですね。でその中で、僕は文芸なので、小説の話とかをしてくださいっていう、リクエストもあったので、このロビンソン・クルーソーを紹介しながら、ロビンソン・クルーソーって実は世界初のって言ったらおかしいけども、近代初の、ちょっと難しいけど、近代初のデザイナーなんじゃないのっていう話を、この本をちょっと参考にしながら、うん、デザインを勉強している皆さんに考えてもらおうっていう授業を1回だけですけどね、毎年1回やってるんです。でその中で、このデザインの本と、このロビンソン・クルーソーという小説が僕の中では結びついているんですけども、うん、まずこの、生き延びるためのデザインって本、ビクター・パパネックっていう人はこの本出されたのが1971年、これすごい年なんですよ、うん、なんでか分かります？全く分からないです。僕が生まれた。あ、もうどうでもいいですね。僕が生まれた年なんですけども、だから今からね、もう48年、9年前なんですけれども、うん、そういう早い時期から、今って僕ら物が溢れてる世界に住んでるじゃないですか。いろんなもう産業とか工業とかが進んで、たくさんのものが次々と作られて、僕らも次々とそれを購入して、それを次々使って、次々捨てていく、そういう大量生産、大量消費みたいな時代に住んでるんだけども、本当にそんなんでいいの？とか、あるいはデザインって多分僕もそういうところ、そういう考え方ちょっとあったと思うんですけど、デザインってやっぱり見た目をかっこよくするのがデザインみたいな、そういう考え方ってあるじゃないですか。でも見た目じゃないよデザインはっていうようなことを言った、本なんですね。でその中でも特に僕が、デザイナーの話と、
デザイナーとしてのロビンソン・クルーソーっていう話と絡めて、あるいは僕自身の興味で言うと、僕自身はさっきお話ししましたけれども、文学の研究者としてこの大学の文芸表現学科で教えています。だけどやっぱりたまにその授業でもそうだし、デザイン系の人たち、あるいはアート系の人たちを教えたりすることもあるんですよね。その時に相手のやってることを僕理解できてない。アートって何なんだろうとか、デザインって何なんだろうとか、多分この動画を見て、入学を考えてくれてる人の中にもアートやってみたい、デザイン勉強したいって思ってる人は多いと思うけど、じゃあアートって何、デザインって何って言われたら結構困ると思いますね。でそれに、その僕自身は芸術大学で、アートやデザインを学んでる、学生さんたちをずっと教えてるんだけど、でもデザインって何だろうっていうことを考えながら日々やっていた時にこの本に出会ったんですね。でちょっと一箇所紹介したいんですけども、はい、デザインってこういうものだとパパニックはこの本の冒頭部分ですごい分かりやすく言ってるんですね。ちょっと読みます、はい、人は誰でもデザイナーである。ほとんどどんな時でも我々のすることは全てデザインだ。デザインは人間の活動の基礎だからである。でちょっと飛ばします。叙事詩を作ること、壁画を描くこと、傑作を描くこと、コンチェルトを作曲すること、それらはデザインだ。ここら辺はなんとなく分かるじゃないですか、うん、分かりますね、クリエイティブなこと、はい、うん、ところがね、だが机の引き出しを掃除し整理することも、毎福祉を抜くこともアップルパイを焼くことも、田舎野球の組み合わせを決めることも、子供を教育することも全てデザインだ、うん、っていうふうに、パパネコは言ってるんですね。でそれはどういうことかっていうと、これちょっと帯に書いてあるのかな、ソーシャルデザインを語る上で欠かせない一冊っていうふうに書いてますけど、今のソーシャルデザインとかも含めたデザインの考え方って問題解決っていう言い方をよくしますよね。つまり何か解決しないといけない問題がある。例えば僕だったら、さっき木原さんが文芸表現学科の学科長っていうふうに言ってくれましたけれども、学科長っていう仕事をしています。で学科長っていう仕事はどういうことかっていうと、文芸表現学科に入ってくる学生さんがいっぱいいて、でその人たちが、例えば作家になりたいっていう子もいれば、編集者になりたいって子もいるし、ストーリーの作り方を勉強してゲームのシナリオライターになりたいとかっていう子もいるわけです。じゃあそういう子が集まってくる文芸表現学科でどんな授業を作ったらみんな勉強したいこと勉強できてスキルを身につけて社会に出ていけるかなってことを考えないといけないじゃないですか。それが問題を解決するってことだと思うんですね。でそのために僕らは授業を設計する、あるいは、カリキュラムって呼んでるもの、授業の、まあ、集合体みたいなものですね、うん、カリキュラム4年間どんな勉強をしていくかってことを設計する、その設計っていうのがまさにデザインだと思うんですね、うん、だからそういう意味でパパネックが言ってる机の引き出しを整理するとかっていうのも、あ、右側には右手で取るのがにふさわしいものがあった方がいいなとかね、左側には何とかだなとかね、うん、そういうことを考えて一番スムーズにこうデスクワークができるのはどんな引き出しの整理の仕方なんだろうとか考えてするわけです。だから単に見た目をきれいに並べたらそれがデザインっていうことではなくて、そういう問題を何か解決してくれるような解決策、それを見つけるのがデザインだよっていうようなことですね。僕なりの要約の仕方ですけれども、パパネック今の最初のところでね言ってるのは、そういうことだと思います。それ最近よく言われるじゃないですか、はいはいはい、それがでも1971年から言われていて、それを知らずに僕も生きてきたし、はいはい、川田先生も本に出会うまではそれを知らずに生きてきたんですよね。全然考えたことなかった。むしろ僕とかは実は僕デザインセンスとか、そのいわゆるね、ビジュアルなデザインセンスって全然ないんですよ、正直言って。どれぐらいないかって言うとね、弁当作るじゃないですか、で料理はまあそんなに下手じゃない、そんなに下手じゃない、ね、それなりに美味しいと思えるものだけどね、弁当とか詰めるとひどいんですよ。開けた途端に、あ、これちょっとパスみたいな本当に僕はだから見た目とかね、綺麗にするってことがすごい苦手なんですけど、でもよく考えたらそうやって何か問題を考えて、それを解決するためにはこうしたらいい、こうしてこうしてこうしたらいいっていう、それがデザインだって言われると、あ、本当にもしかしたら俺もデザインみたいなことをしてるのかなみたいなことをね、考えさせられましたね。はい、でその中で、はい、それからさらにもう一冊に、はい、もう一冊いきましょうか、はい、もう一冊ロビンソン・クルーソー。これロビンソン・クルーソーって本当にタイトルはもうすごいね、有名な本なので、誰でも知ってます、ね、そう、皆さん聞いたこと、木原さん読んだことありますか？あります。それもはるか昔、はるか昔、子供時代とか、子供時代だと思います。そうですね、子供時代に読みますよね、はい、で子供時代に読んだ時の記憶ではどんな話でした？何かをきっかけに、うん、
船に乗るんですよね、うん、船に乗る乗って、うん、こうそまあ、嵐に遭うのかそれは全然わからないですけど、うんまあ、どっか島にたどり着いてしまって、うんうんうん、そこから孤独な、うん、の生活が始まるみたいな話じゃないですか、はいはいはい、で、なんとか脱出するんだみたいな、はいはい、それはもう完全に正解なんですけど皆さんもそうね、多分ね、はい、多分ね、全然ね、はい、読んだことない人でも、うん、なんか無人島でどうこうする話じゃないの、うん、みたいなのは多分知ってると思うんだけど、実は大人になって読み直してみるとすっごい面白い小説で、うん、まずね、あのケラさん言ってくださったみたいに、確かにあの海に出るんですよ、うん、航海に出るんですね、はい、で航海に出て船が難破して無人島にたどり着くんだけど、うん、実は1回目の航海じゃないですね、何回かやってて、時には航海がうまくいってちょっと儲かったりして、それで次の航海、ね、次の航海出る前に一旦これもね、安住の地とまではいかないけども、うん、あるところで腰を打ちつけて普通の暮らしをしてたりしたんだけど、やっぱりなんか俺行きたいなみたいな感じでまた出て、また旅に出てみたいな、そんなんなかったような気がしますけどね。で、僕がと、うん、そうそう、あ、そう、あのね、子供向けのやつって時々あのちょっとね、端折られて、こんな分厚い本なので、なあの途中ね、省略されてたりするかもしれませんね。でもね、高校生の皆さんにぜひ読んでほしいのは、うん、そのこう、もちろんね、無人島にたどり着いてからの冒険のパートもね、うん、もちろん面白いんですよ、もちろん面白いんだけど、その冒険に出るまでの話とかを読んでほしいね。あのロビンソン・クルーソーは船乗りになりたい、海に出たいって言うんですけど、お父さんに止められるわけですよ、うん、今でこそ、何、船って別にね、命の危険をそんなに犯さなくても、もちろんね、事故ってありますけども、うん、まあそんなに船に乗ったらイコール死ぬかもしれないと誰も思ってないわけで、うん、そういう時代ですけれども、なんせ1719年、これ日本だと、あの徳川吉宗ぐらいの時代なんですね。大変ですね、船に乗る。徳川吉宗ぐらい。だからもうそんな時代の船ですから、うん、本当に船に乗って、外国に行くとかってことが全然今と違う感覚だった時代の話なんですね。そこでお父さんを止めるわけですよ、うん、お前は別にそんな何不自由ない家に生まれて育ったんだから、うん、そんな冒険しなくてもいいじゃないかって言って、お父さんに結構説得されるんですね、うん、説得されるけど、いや、やっぱり僕は船に乗りたいって言って船乗りになるんですね、うん、とかっていう、そういうなんか親との葛藤とか、うん、でも自分にはやりたいことがあってとかって、うん、あの本当に今まさにね、大学進学とかを考えている高校生の皆さんに読んでほしいなという、うん、そんな気持ちもあって、なるほど、このペアで今日は全くそのつながりも想像できなかったですし、うん、まずロビンソン・クルーソーってちょっと言い方悪いんですけど、うん、ちょっとこう幼稚なイメージがあったので、はいはい、まあ、そんなストーリーがその裏にはあって、はい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 、高校生にはそこにあったかな。本当にね、あの大人の目線、そういう本とか小説っていっぱいあると思うんですね、うん、童話とかでもそうだと思う、うん、子供の時に読んだもので、その時はこういうふうに思っていたけど、大人になって読み返すと、あるいは大学生になって読み返すと全然違うな、うん、そういうのも文芸の授業の中でね、これどっかで読んだことあるでしょうっていう、それこそ高校の教科書で読んだじゃないっていうのを取り上げて、もう一遍みんなで読み直すとかってことを授業の中でもしてるんですけれども、まあ本当にね、あの自分の立場とかそれまでの経験とかが変われば、本の読み方ってどんどん変わっていくと思うんですね。だから僕も今48歳でこんなこと言ってますけど、60歳になって、あるいは70歳になってこれ読み直したら、あの時はこんなに言ってたけどみたいな、ね、はい、うん、まあ、動画でも映ってますからね。そうなんですね。うん、だから、はい、それこそ僕があの、ね、ロビンソン・クルーソーが海に出たいというのを止めたお父さんぐらいの年になって読んだら、また全然ね、違う読み方もできるかなって。それがやっぱりね、小説とか本の面白いところだと思います。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、あのこの2冊はまさに、まあ、文芸表現学科、うん、まあ、本学にあるあの文芸表現学科を目指す高校生、受験生だけではなく、そうですね、芸術大学を目指す高校生、すべての高校生に手に取っていただきたい2冊だと思いますので、うん、はい、もしあの今ご自宅にいてこうたっぷり時間があると思いますので、うん、この2冊あの、はい、チャレンジしてみてください。はい、はい、この、目指せ芸術大学高校生応援チャンネルでは、このように芸術大学を目指す高校生に対して、何かこうちょっとでも僕たちが提供できる情報は何かなと探しながら動画配信をしておりますので、またチャンネル登録をしていただき、他の動画もぜひ見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。先生、ありがとうございました。さようなら。